今井エリコは、日本の歌手、女優、政治家、自由民主党所属の参議院議員、スピードのメンバーである、沖縄県那覇市お六出身。那覇市立上原幼稚園、那覇市立上原小学校、品川区立日の中学校、役も学園高等学校卒業。沖縄アクターズスクール出身。身長は158センチメートル。 血液型は O 型。兄、姉がいる。結婚、出産を経て、エリ名義で音楽活動を再開の後、スピード再結成後は今井エリコ名義で活動。2015年には島袋広子と新ユニットエリ広を結成している。2016年の第24回参議院議員、通常選挙に自由民主党公認で比例区より立候補し、初当選した。 2016年10月16日、新潟県知事選挙の当日に、候補者の名前を自身の公式ツイッターでツイートし、公職選挙法違反の疑いを指摘され、当該ツイートを削除した。2017年7月27日、週刊新潮が自民党神戸市議員の橋本健との不倫疑惑を報じた。今井は疑惑を否定しているが、橋本は、おおむね事実と認め、 私が積極的に交際を迫ろうとした、私自身の婚姻関係は破綻しているが、認識の甘さで軽率な行為をとってしまったと、反省しているとコメントした。スピードのシングルに、収録コラボレーションオムニバスドラマドラマ以外、ありがとうございます。